同人誌に同人 CD、 同人ゲームに同人グッズ、こんなにいろいろ売ってるのかコミケって。これでもほんの一部なんですよなるほど、これだけ種類があると何作るか迷うな。はるかは何か作りたいものあるのか。はい、一応。でもちょっとというか、かなり大変そうなものなので、ゆうとさんにご迷惑をおかけしてしまうのではないかと。何言ってるんだ、俺とはるか2人のサークルだろ。俺にできることなら何でも協力するよ。ありがとうございます。それでは、あの、私が作りたいのはそのゲームなんです。ゲーム？はい、ドジッコアキちゃんを題材にしたアドベンチャーゲームを作りたいんです。に聞いてみるか。そっか、着実に成長してるね、ユート。何をもって成長というのかは分からんが。初めてだからって難しく考えることないんだよ。基本のゲームシステムは市販されているソフトを使えばいいし、あとはそこに絵とシナリオを入れればゲームの形になるよ。とりあえずこれ渡しとくね。おい信長、ずいぶん用意がいいな。ひんひん、ユートのためだからね。大変だとは思うけど、まずは売り上げなんか気にしないで作る過程を楽しんでね。作る過程を？完成するまでの苦労もサークルの醍醐味だよ。二人とも頑張ってね。それじゃ。二人？ユートさんすごいです。このソフトを使えば私たちでもなんとかゲームが作れます。便利なものがあるんだな。あとはシナリオと絵を用意すればいいのか。あの実はシナリオはもうできてまして。それはるか一人で描いたのか。はい、以前から少しずつ描き溜めていました。シナリオが遅れてご迷惑をおかけするわけにはいきませんから。すごいな、どこかの脚本家に聞かせてやりたいな。とろーりこれは覗きじゃないもんね。お姉ちゃん宛の手紙を届けに来ただけなんだもん。説得力のある言い訳ですね。全く問題ありません。あの、そんなにじっくり見ないでください。もっとよく見せてくれ、はるかの全部見たいんだ。ゆうとさんがそうおっしゃるなら。うわ、すごいな、ここ。こんなに、そこは大事なところなんです。やっぱり恥ずかしいです。隠さないで、ちゃんと見せて。二人の子供のためだよ、ゆうとさん。お兄さんでは何を。やはり子供とはそういう意味だったのですね。ついに
ついに遥か様は大人の階段を駆け上がってしまわれた。ダメだよ、さすがにそれは早すぎだ。ミカ、あれ、なんで服着てるの？なんで脱いでる前提だよ。また覗いてたのか。いえ、そんな滅相もない。我々は遥か様に手紙を届けに来ただけです。カメラ持ってですか？私に手紙？ユートさん、次の夏コミのサークル参加合格しました。はるか、いつの間に応募したんだ？去年の冬コミの時です。大半が書類で落とされると聞いていましたので本当に良かったです。よし、参加は決まったし、気合い入れてゲーム作らないとな。頑張ろう、はるか。はい。気にするなって。こういうのを楽しむのもサークルの醍醐味だろ。ユウタさん、どうした？あれは確か政治館女学院の。ありがとう。お願いね、約束だよ。じゃあ明日あたりかな。大丈夫、もう行ったよ。すみません、もう大丈夫だと思っていたのですが、あの制服を見るとどうしても思い出してしまって。はるか、アニメやゲームが好きなことが知られた途端、仲の良かった人たちがみんな離れてしまって、今でも辛くて悲しいです。もういいから、そんなこと思い出さなくても。でも以前の私なら逃げ出していました。ユウトさんと出会う前の私なら、ユウトさんと出会って私は自分の趣味に自信が持てるようになりました。今ならどんなに蔑まれバカにされても私はこれが好きとはっきり言えます。私一人では変わることはできませんでした。全部ユウトさんのおかげです。はるか、さあ行きましょう。あれ、あの人もしかして。間違いないよ、はるかちゃん。できました、完成です。ユウトさん、やったな、はるか。並べていいか？そうですね。あ、その前に、あの、こんにちは、 H&Y です。これうちの作品です、どうぞ。あ、どうも、五十嵐優作です。あ、五十嵐さんの本は小説なんですね。あ、はい、小説はちょっとだけ自信があるんですけど、初めてのコミケなのでルールとかよくわからないんですよね。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。今日はよろしくお願いします。
H&Y さんですか？はい、そうです。よかったら見ていってください。あの時の。今回はゲームなんですね。一つください。ありがとうございます。今回は心配なさそうだね。はるか様、ご立派になられて。ところで、見つからないように変装してきたつもりなのですが、すっごい目立ってる気が。ですよね。ステルスモード失敗です。ユート、信長、順調そうだね。ありがとな、いろいろ助けてもらっちゃって。いいよ、お礼なんて。あ、そうそう、ユートたちのサークル探してる人たちがいたから連れてきたよ。へえ、うちのサークルを。ありがとうございました。はるか、お待たせ。ユートさん、見てください。また買っていただけました。この子たち、H&Y 目当てで来てくれたんだって。よかったな。はるか、行きましょう。すみません、腕お願いします。うわぁ、もうどいて。仕方がありませんね。ここは強行突破で。コスプレ広場以外の場所での撮影はご遠慮ください。あと、刃物や長物は禁止ですよ。あらあら、そういえばそうでしたね。うっかりです。幻滅ですわ。乃木坂さんがそんな低俗な趣味だったなんて。嫌ですわ、いい年してアニメだなんて。恥ずかしくないのかしら。はるか、はるか、ここにいたのか。あの3人はもしかして。聖樹館にいた頃の一番仲の良かったお友達です。あ、3人とも初等部から同じクラスでいつも一緒にいました。高校生になってもずっとずっとお友達だと思っていました。でも でもあの子たちはなんで今頃はるかのところへ来たんだろう。わかりません。あの日以来、私も皆さんとお話もしていませんから。それに、何を話せばいいのか。私はもう皆さんとは以前のように笑えません。俺は何もしてやれない。これは遥かが自分の力で何とかするしかないんだ。何もしてやれないけど、俺は遥かを応援する。俺は遥かを信じてる。だから遥かも自分を信じて。自分を。ああ、頑張れ、遥か。皆さんと会ってお話ししてしまったら全てをなくしてしまうような気がして。でも本当はずっとお話ししたかったんです。行きます。
ましょう。皆さんのところへ、過去に区切りをつけるために、ユウトさんと未来に進むために。確かに、はるかちゃんの秋葉系の趣味を知ったとき最初は驚いたけど、でも本当に最初だけ。どんな趣味を持っていても、はるかちゃんははるかちゃんだから。それじゃあどうして？脅されていたんです。はるかちゃんから遠ざかるよう言われて。なんだよそれ、誰がそんなこと。天王寺雪月花さんです。天王寺って？天王寺さんは聖樹館の女帝と呼ばれていたから、はるかちゃんを目の敵にしていたんです。それではるかちゃんの趣味を知った彼女は、クラス中、いいえ、学校中の生徒を脅してはるかちゃんを孤立させたんです。他にも雪月花さんの命令でいっぱいひどいことを。私たちも従いたくなかった。でも天王寺に逆らったらどんな恐ろしいことになるか。今さら遅いかもしれないけど、私たちはるかちゃんに謝りたいの。脅されていたとしても、私たちははるかちゃんに取り返しのつかないことをしてしまったから。許してなんて言えないけど、ちゃんと謝りたいの。ごめんなさいって、一言、たった一言でよかったんです。どうしてあの時言ってくださらなかったのですか？それだけが悔しくて、悲しくて。はるかちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい。でも、でも、あのことがあって、私はかけがえのないものを得ることができたんです。白鳥学園の素晴らしい皆さんに、そして何よりユウトさんに会うことができました。それは私にとって何よりの宝物。だから私は皆さんを許します。ごめんなさい、ごめんなさい。私のことも許してください。私は皆さんを信じることができなかった。そんな、はるかちゃんは悪くないよ。悪いのは全部私たちなのに。ごめんなさい、ありがとう。よかったね、お姉ちゃん。円満解決です。あのね、私たちもう一つ謝ることがあるの。え？信長が宣伝した途端、長蛇の列ができて。朝倉さんに感謝しなくちゃですね。ああ。私はアニメが大好きです。はるか？私はゲームが大好きです。漫画も大好きです。野戸まみこさんも大好きです。それから、大好きです。俺もはるかが好きだ、大好きだ。大丈夫か？はい、嬉しいです。
はるか。ゆうとさん。いやー、恥ずかしいほどラップラブー。お熱いですね。激熱です。この着ボイスは。ミカ、いつの間に録音したんだ。お兄さん大変、大変なの。俺の携帯も大変なことになってるよ。お姉ちゃんがいなくなっちゃったの。ちゃんと部屋に戻ったはずなのに、さっき見に行ったらいなくて、あちこち探したけどどこにもいないし。はるか。はるかが好きだ。もしもし、悪いけど今急いで。こんばんは、ゆうとさん。アキホさん、お久しぶりね。そんなことより、ハルカが。あの子なら大丈夫です。居場所はちゃんと把握してますから。え、どういうことですか。単刀直入に申し上げます。ハルカはこの度結婚することになりました。え、結婚。ハルカが。今までハルカと仲良くしていただいたことは感謝しています。ですがそういうことですので、ハルカのことは忘れていただけると幸いです。ちょっと待ってください。そんなの納得できません。ユウトさん、はっきり言うわ。あなたはハルカに何をしてやれるのかしら。 あなたの気持ちは知っていますけれど、私たちはあの子には幸せになってもらいたい。そのために必要なもの、俗な話ですが、家柄、学歴、経済力など、あなたは持っているのですか。それは。はるかには乃木坂家の人間というだけで、一般の方には考えられないような苦労や危険がつきまといます。そんなはるかを何の力も持たないあなたに守ることができるのですか。俺は答えられないのですね。そうですか、あなたには失望しました。俺はさようなら、ユウトさん。アキホさん、俺は。乃木坂連合は大ピンチ。しかもデビル幻灯がユウトに襲いかかるではありませんか。果たして2人の運命やいかに。最終回、乃木坂はるか大勝利、希望の未来へ、レディー。